詩編第五十四編「指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキール」「自負の人たちが来てダビデは我らのところに隠れているではないか」とサウルに言った時「神よ皆によって私をお救いください」「あなたの権威によって私を弁護してください」「神よ私の祈りを聞いてください」 私の口の言葉に耳を傾けてください。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。セラー。誠に神は私を助ける方。主は私の命を支える方です。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。 あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで捧げる捧げ物をもって、あなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの皆に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。